ベリフルキッチンエッセンスへようこそ。今日は苦味を抑えた柚子味噌を作りました。材料は家庭にある調味料と柚子、普通のお砂糖でもできますが、自然のすっきりした甘さのビートてんさい糖を使いました。1、皮ごと使うから皮の洗い方。2、香りは残し苦味を抑えるコツ。3、煮詰め具合と柚子を入れるタイミング。4、保存と瓶詰め。5、おすすめの食べ方とアレンジ。試食の感想もお伝えします。このチャンネルは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにチャンネル登録をして最後までお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスへ全員集合。材料はこちらです。材料、柚子2個約 300g、 洗い用の粗塩、砂糖 50g、 お好みで調整。ビートてんさい糖または上白糖、みりん大さじ3。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。 Please stop and check the materials. It is also described in the summary column. それでは作ってみましょう。まずは柚子を洗う。ありがたいことに今年も柚子たくさんいただきました。山梨だと富士川町が柚子で有名なところです。皮まで美味しくいただきたいので、皮を粗塩でこすり洗いをします。こうすることで汚れも取れて、皮まで安心して食べることができます。田舎あるある山梨だとあちらこちらから柚子たくさんいただくので、毎年柚子ジャムに柚子茶、柚子味噌など作ってますよ。どれも共通して柚子は皮の美味しさが命なので、できればもらってから1週間以内に香りのいいうちに加工してしまいます。はい、洗い終わりました。そしたら皮の水分を拭き取ります。傷や茶色いところを切り取る。ちょっとした傷や茶色くなっているところは硬さが残ったりするので切り取っておきます。お裾分けしてもらった柚子は商品にならないものなどもあるので、こんな風にちょっとしたことですけど一手間加えます。次に柚子をカットして果汁を絞る。レモン絞りがあればそれを使ってもいいのですが、今回はないので直接絞っちゃいます。柚子って結構種が多いんですけど、今回いただいた小さめの柚子にはあんまり種が入ってませんでした。果汁、果肉、種を分ける。中の小袋、上脳が取りやすいようにさらに半分に切ってフォークや手で取り出します。今回は小袋は使わないので柚子ジャムにしました。こちらを参考にしてください。湯を沸かし皮を茹でこぼす。沸騰しているお湯に皮だけを入れてさっと90秒ほど茹でこぼしをします。茹でこぼさないで作るやり方もあるんですが、苦くて食べ残ってしまってはもったいないです。ちょっとひと手間で苦味を取り除きます。細かく切ってから茹でこぼしをするというやり方もありますが、必要以上に香りが抜けてしまうので、この大きさのまま茹でこぼしをして後から切るのが香りをよく残すためのポイントになります。90秒茹で上げたところで冷水にとります。冷水につけたまま1時間ほど置きます。1時間後がこちらです。一旦つけておいた水を捨てて新しい水に入れ替えます。こうすることで長く煮なくてもアクがしっかり抜けてくれます。さらに1時間水に浸してざる上げしたら苦味処理の完成です。これで苦味を抑えて香りを残したができました。よく水切りします。柚子の皮を刻む。柚子の皮を細かくカットします。ジャムよりも小さめにカットすると味噌となじみが良いです。2個分の柚子の皮を取り置きしておきます。次に材料を小鍋に入れ煮る。白味噌、
砂糖、みりんを加え、よく混ぜて溶かします。白味噌は基本的甘いお味噌が多いので、砂糖の量はお好みで加減してください。ビート甜菜糖を使うと割とあっさりした甘みになります。小鍋を火にかける。火は中火から弱火にし、混ぜながら火にかけます。途中ゴムボイラーに持ち替えて焦がさないようにしましょう。ひと煮立ちしてみりんのアルコールが飛んだら、そこへ柚子を加えます。ここから長く加熱すると柚子も味噌も香りが飛んでしまうので、火を弱火にしてさっと混ぜます。一番最後に柚子の果汁を入れて、ひと煮立ちしたら出来上がりです。長く煮詰めないのがポイントです。火を止めて瓶に詰める。瓶はあらかじめ煮沸消毒し、清潔な瓶を乾かして用意します。私は手の皮が多分分厚いんで大丈夫ですが、熱々を入れるので瓶そのまま持つと火傷してしまいます。手袋などをして気をつけて瓶詰めしてください。瓶詰めしたら一旦蓋をします。熱で膨張する空気を一旦抜いてから、もう一度蓋を閉め直します。あとは逆さまにしておいたら出来上がりです。これで常温でも約1年持ちます。使いかけは冷蔵庫に入れて早めに使ってくださいね。テイスティング、今回はふろふき大根にのせて食べました。それではゆず味噌のふろふき大根、試食してみたいと思います。ではいただきます。箸でね、ほぐれるくらいトロトロに大根に入れてます。あっ、熱っ。お口の中でふわっと柚子が香りますね。大根の自然の甘みと味噌の感じがよく合います。こちらはアレンジ、くるみを砕いてのせたふろふき大根の柚子味噌くるみ添えです。こちらは FM 甲府ラジオで紹介しましたが、パーソナリティのすぐるくんは大絶賛でした。なんと幼児しか残ってない状態です。こちらは FM 甲府ラジオ月中の番組内でご紹介しました。くるみ添え柚子味噌大根でした。こちらは里芋の柚子味噌田楽、白ごまの方を、ね、いただいてみたいと思います。もちろんごまともよく合いますよね、ぜひお試しください。最後のおまけ、こちらは柚子味噌を銀だらに塗ってお弁当用にしました。こちらも大好評でした。このチャンネルでは野菜果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g 足りてないと言われています。少しでも野菜果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスで全員集合ということで、毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 YouTube の他にも Instagram、Twitter、ブログ、TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では